DJ サイレンゴー MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャンギュスターシップ Yo アジアの島に大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛やさしたかうしかないなら。おはようございます。お疲れ様です。今日はツイッターのお話から聞かせていただきたい。前回大阪の子から連絡が来て、自分の名前と自分の写真で、ツイッターで大麻を売ってる子がいるっていうのを聞いて、で見たら確かに自分の写真がそのプロフィールになってて、でそれから、一応ツイッターの方にも苦情を知り合いの人に言ってもらって、で一応警視庁の方にも連絡をして、でいろいろ調べてもらったんですね。でなんか最近そういうのがすごく多いんで、自分はもう絶対にそういうのはしてないんで、はい、ちなみにどんな文章で載ってるんですか？その大麻とは書いてなくて、クシュですね。そうですね。だからクシュっていうと、でもアメリカでいうと、もうね、昔はクロニックっていうのがよくて、その次に今クシュっていうのが出て、大麻の中じゃあなんですかね、ランクのいいブランドみたいな、はい、効き目のいいものなんで、だからもうこのそのまんまの名前で出してるってことですよね。うん、それをいくらで言うみたいな感じで出てくるんですか？いや、あれじゃないですか、それはあとどうやって連絡をお互いに取るのか知らないですけど、はい、でもすぐ捕まりそうな感じじゃないですか？自分はだから全く想像もつかないですね。でそういうので聞いてたら、今インターネットでそうやって、ね、大麻とか覚醒剤とか売ってる人がいるっていうのはそれで聞きましたね、うん、それを人の名前で、本当ですよね、計算の名前でやるなんて失礼にも程がありますよね。でも多分探せばもっといっぱいいるんじゃないかと思いますけどね。はい、たまたま、ね、それを自分の知り合いの子が見つけてくれて教えてくれたけど、多分探せばもっといっぱいいるんじゃないかと思うんですよね。本当に手に入るのかどうかがちょっと、いや手に入るんじゃないですかね、今の時代は。買ったことがないと、うん、自分たちも中学ぐらいの時にやっぱやってたんで、今の時代だったらもうインターネットになっちゃう。ああ、そうですね。自分たちの場合はそのインターネットなく、ね、っていうかもう歌舞伎町行けば、まあ売ってるっていう、はい、で今の子たちはそういうネットで買うんですもんね、うん、何でも調べれば出てきちゃう。でも考えたらそうやってネットで買ってる方が、なんか顔も合わせないで買えるわけだから、もしかしたらなんか検挙率が少ないのかもしれないですね。あ、学生さんなんか見たこともないだろうし。それはでもやっぱ自分たちの時代からすると、やっぱ今の時代のそのもの自体は多分すごくよくなくなってると思いますね。だから何ですかね、今のそういう中毒の人たちを見てても、例えばその依存からやっと抜け出して辞めた人たちとやっぱワンネスの見てるじゃないですか。で見ててもその辞めた人たちの後遺症っていうのが結構手が震えたりだとか、そういうの見てて後遺症が結構残ってるんですね。それってやっぱその使ってるもの自体がものすごく悪いんだと思うんですね。自分たちなんかもう2年間ぐらい本当ドポン中で、もうみんな想像できないぐらいの量を1回にね、10本気ぐらいにやっぱしてたわけじゃないですか。だけどこれ全部自分の歯なんですね。で歯も全然大丈夫ですし、なんですかね、バットとかで殴られたりも何回もしててもすごいグラグラしちゃう時あるんですね。でも1ヶ月ぐらいすると元に戻ってますし、で抜けたのは1本だけ折られちゃった、歯が途中から折れちゃったんですね。それぐらいで歯も丈夫ですし、骨もすこぶる丈夫ですし。例えばその
物がいいとその体にその後遺症として影響が、ね、もちろんやっぱ純度が高ければ異物が入ってないんでこういう関節とかにも残らないし、やっぱ体にいいとは言わないですけど、やっぱそういう、ね、やっぱ 脳とかのダメージも少ないですし、そういう骨とかでほら自分たちは自分たちでやる分は、ね、やっぱ仕入れてきて混ぜ物しないで使うわけじゃないですか。だけど自分たちが売る時になるとそのやっぱ量を増やしたいから自分たちがねする分を自分たちで取っちゃうから、その分を増やすためにカルキだったり、カルキってよくねカルキ抜きっつってそういうのをね混ぜたりとかやっぱしてたんですね。やっぱそうするとやっぱ混ぜ物が多いわけじゃないですか。そうするとやっぱねそういう混ぜ物がやっぱ蓄積してやっぱ体にやっぱ残ってね、やっぱよく昔なんかそういうのやってると歯がボロボロになるとか言うじゃないですか。で自分なんかは全然歯も全然丈夫ですし、で昔やっぱねコカインとかやっぱ高いじゃないですか。でやっぱそれ増やすものを増やすのに変なもんね、一時なんか歌舞伎町で龍角散を混ぜてるやつがいて、龍角散とか入れるとめっちゃ苦くなるんじゃないですか。でその当時にそのなんていうんですか、そのコカインに何を混ぜるっていうのをハワイのやつに聞いたんですね。そしたらマニトウっていうなんですかね、ビタミン剤があるんですけど、それをみんなマニトウっていうのを混ぜて量を増すんですね。だからビタミン剤だから別に体に害はないじゃないですか。その代わり効き目は弱くなるけどそんなに害もなく、でそのマニトウを、ね、仕入れ出したんですけど、ハワイからマニトウを買うと運賃とかの方が高くなっちゃって混ぜない方がいいやって感じですかね、うん、だから結局龍角散とか混ぜちゃってましたけどね、うん、でも覚醒剤っていうのは精神を向上するための開発されたっていうか、あれですか。そうですね、だから覚醒って言って結局なんですかね、自分がなんかすごい超人になったような感覚を起こす、なんていうんですかね、もともとは喘息の薬のエフェドリンっていうのがメインで、そのだから喘息の薬でエフェドリン咳止めがあるんですけど、風邪薬には必ずほぼエフェドリンが入ってるんですね。だから覚醒剤作る時には絶対にそのエフェドリンが必要なんですけど、だから世界各国でどうしてもみんなエフェドリンエフェドリンって買い漁るじゃないですか。でやっぱみんなメキシコとかでもそれを作るときにどうにかそのエフェドリンをね100トンとか欲しいわけですよ。でそれをだからみんな例えば日本とかやっぱ薬事法うるさいんで、でエフェドリンだけってなかなか売ってくんないですね。で韓国はエフェドリンだけ売ってくれるんですけど、なんですかね、普通に薬局に一人で行っても一箱とか二箱しか売ってくんないんですよ。そんなんじゃ全然足りないじゃないですか。だからみんな世界の人たちは行くと政府で100トン200トン売ってくれるんですよ、うん、それを結局、ね、エフェドリンを100トンとかやっぱ持っていくとなんていうんですか、簡単にも100トンって飛行機で運べないじゃないですか。そういうのをだからキルトンホテルの砂糖コーヒー頼むと砂糖のスティックついてくるじゃないですか。ああいうのに100トン分ヒルトンホテルって名前を入れて例えばメキシコシティに送るんですよ。そうすると大統領命令で飛行機の下まで警察官が行ってその砂糖だけをパトカーで運び出しちゃう。だから税関を通さない、そういうそこまで今だからエフェドリンが重視されてるって言ったらおかしいですけど、良いことに使うことと悪いことに使うことが2つに分かれてるのかな。そうですね、よく覚醒剤中毒の人、うん、やっと覚醒剤やめました、で風邪をすごいこじらして高熱が出て風邪薬バンバン飲むじゃないですか。その時に一瞬フラッシュバックじゃないですけど、うん、
覚醒剤を体に入れた症状になる時があるんですね。それでまたぶり返してやっちゃう人がいるんですよ。そのくらいだからエフェドリンって覚醒剤に近いんだと思いますね。ありがとうございました、はい。俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。 Right